昭和の広重と呼ばれ、アップルコンピューターの創業者スティーブ・ジョブズも魅了した日本の版画家川瀬巴水。現在大分市美術館では大分初開催となる個展、川瀬巴水旅と郷愁の風景を開催しています。絵師、彫り師、摺師の共同作業による浮世絵の技術をより高度に進化させた新版画。その世界を確立した版元、渡辺庄三郎とともに川瀬巴水が目指したのは世界に通じる木版美でした。特別展では代表的なシリーズを中心に巴水の生涯にわたる作品およそ180点を展示しています。第1章では初期の作品を中心に紹介されています。旅情詩人と呼ばれた川瀬巴水、その原点とも言われる作品がこちら、旅土産第一集です。旅土産第一集は巴水が実際に旅をして描いた初めての連作。水辺や月夜といった生涯にわたって好んだ風景が登場しています。天候や四季、時刻の表情を大切にして、かつてはどこにでもあった日本の原風景が丁寧に描かれています。今や国内外問わず多くの人を魅了し続ける川瀬巴水、その名を一躍轟かせた作品がこちら、芝増上寺です。第2章では他にも月夜に松を描いた馬込の月や、浮世絵師歌川広重に似ていることから生まれた作品東海道風景選集など、巴水の代表作が並びます。人生を旅と木版画に捧げた巴水、その旅路は大分にも続いていきます。こちらに並んだ作品の題材は大分の風景なんですよ。ご覧ください。タイトルは別府の朝。別府から見た高崎山だと一目でわかりますよね。私たちがいつも見ている風景が巴水の作品に登場するなんて、とっても嬉しい気持ちになりますね。そして第3章では円熟期を迎えた晩年の作品たちを紹介しています。中でも朝鮮半島を題材に描いた作品は高く評価され、その後巴水は文部省から新作の依頼を受けます。その時に生まれたのがこちらの作品、増上寺の雪です。増上寺を前に妻と娘を描いたこちらの作品は、なんと1枚に42回も摺りを重ねているそうです。同じ増上寺を題材にした初期の頃の作品と比べてみますと、いやー、巴水の木版画の技術が深まっているのがよくわかりますよね。奥行きがあってとても写実的な色使い、これはまさに集大成とも言えるのではないでしょうか。繊細で温かい巴水のノスタルジックな世界を存分に堪能することができました。大分市美術館特別展は2月20日までの開催です。失われた日本の原風景が蘇る会場へぜひお越しください。